田中年齢イーコール彼女いない歴の魔法使いは、文コロリによる日本のライトノベル。イラストは M だ S だろう。小説投稿サイト、小説家になろうで、オンライン小説として2014年3月から、田中のアトリエ年齢イーコール彼女いない歴の、錬金術師のタイトルで、連載開始、2017年3月に一旦、完結したが2017年11月に、 番外編1話が追加された。書籍版が2015年11月より GC のベルズにて刊行が開始された。漫画版がコミックライドにて2016年7月号から2018年5月号まで連載された。新しい作画担当による漫画版が漫画ボックス及びコミックライドにて2019年8月13日から2021年6月22日まで。 連載が開始された。漫画ボックスで公開されているバージョンは、コミックライド版とは、細部で異なる。ある日、突然、神の手違いで死んだ田中は、お詫びとして、チート能力を持って異世界に転生することを提案される。イケメンチートを望んだが断られたため、回復魔法のチートを授かり、異世界へと30代中頃の中年親父として、転生した。その後、持ち家と、 社会的地位を手に入れるために、ドラゴンを退治したり、隣国との戦争に巻き込まれたり、貴族となり、領地を発展させたり、内政や外政に精を出しながら生きていく。ありがとうございます。